こんばんは。こんばんは。昨日めちゃめちゃ楽しかったね。本当に楽しかったです。楽しかった。新愛車かっこいいちかもってメールで来てたけど、本当にかわいい。新衣装一番好き。そう、衣装もねめっちゃかわいいし、個人アーシャーみたいなのがさ、選抜発表の時にポンポンポンって写真で撮ったじゃん、一人一人の。あの写真めっちゃいい感じって思って嬉しかったです。新衣装千穂ちゃんはベレー帽担当。なんかベレー帽を最初組み込まれるというか、なんかベレー帽がいいんじゃないって言われて、確かにベレー帽かわいいって思ってベレー帽にしようと思ってベレー帽にしたんですよ。だけなんかさ、選抜16人の木の前でさ、V の字みたいな立っとる写真はベレー帽かぶっとって、でも一人の写真はカチューシャをつけてるんですけど、そう、なんか一人の写真を撮る日になんかベレー帽じゃないかもって思ってきてそれでね、カチューシャにしてみたんですけど、そう、使い分けます使い分けようと思います。でもああいう一人の写真のやつでカチューシャつけてるの初めてかも。ベレー帽のイメージついた気がする。ジホちゃんはそうなんですよね。本当にベレー帽、 STU の衣装にベレー帽ができる前からベレー帽好きで、いつか STU にベレー帽の衣装ができたら絶対ベレー帽担当になりたいって思っとったんよ。それで2年前の制服、黄色い制服でベレー帽が導入されて、で、あ、絶対ベレー帽かぶりたいって思ってめっちゃアピールしたんですよ。ベレー帽かぶりたいアピールそしたら見事担当になることができてそう、それからなんだかんだ結構ベレー帽をかぶってますね。普段のさ、なんかお話し会とかでもかぶること多い帽子。サラチホがベレー帽担当って感じする。確かに今回の選抜も私とサラピが
ベレー帽かぶってる。今回は結構自分で選んだというか選んでくださってたって感じですね。カンカン帽とベレー帽どっちが好きなの？待って、懐かしい。カンカン帽めっちゃ懐かしいです。私が小学生ぐらいの時にカンカン帽っていうあの麦わら帽子カクカクしたがめっちゃ流行って、で私その時ソレイユ、あの広島にあるあのイオンモール、大きいイオンモールなんですけど、そこのもうお店ありとあらゆるお店をめっちゃ回って、それでカンカン帽選んで買った記憶があります。懐かしい。その時小学生じゃけさ、なんか小学生の人気のブランドとかは入れるんじゃけど、それゆえにさアナップとかあのあって、アナップっていうお店は結構ギャルな感じの、小学生とかっていうよりかはなんか高校生とか、私のイメージは中高生とか、なんか割と大人の人が、大人のギャルの方が着るブランドっていうイメージがあって、で入るの緊張するけどカンカン帽売っとるけん見に行きたいと思って、そう家族と一緒にちょっとそわそわしながら見に行った記憶があります。うん、コーラさんゴールドクマタワーありがとうございます。コーラさんグビグビありがとうございます。かわいいからウケる理由、かわいいからありがとうございます。よかった、かわいくてありがとうございます。そう、帽子好きですね。皆さん今日の TikTok 見てくださいましたか？そう、誰が君は壁よ。まだやってなかったのかってびっくりね。私もなんかてっきりなんか結構時期で言うと前に流行ったじゃないですか。でその時にさめっちゃ TikTok 流れてきよったけ覚えようとはそんな思ってなかったんだけど、もうあまりにも見すぎて結構ほとんど覚えとって、でいつか TikTok 始めたら撮りたいなって思っとって、でもすっかり忘れとってそう最近そういえばと思って撮りました。可愛いのに気づきました。遅っ、満を持してですね。そう、ポケモンの、そう、TikTok100 万回再生突破しました。すごい。
なんかびっくりすごいです。皆さんありがとうございます。嬉しい限りでございます。モチベ上がってきた。モチベはね、割と結構ずっと高いんですよね、 TikTok モチベは。そう、明日載せる TikTok はあのー、家にあるもので頑張りましたって感じ家にあるもので、なりきってみましたっていう感じです。お楽しみに。ウケる。正直割と早めに更新しなくなると思ってたから驚いてるそう、なんかさ、最初私が毎日あの頑張りますみたいな言った時に、みんな多分そんなあんまり信じてないというか、なんかそんな感じな温度感を感じたし、私もなんか言い方が絶対に続けてやるぞみたいな感じじゃなくて、ちょっと続けれるように頑張りますみたいなゆるい感じだったけ、そう、みんなびっくりなのでは。多分2月後に始めたけ、もうちょっとで3ヶ月、あと1週間ぐらいで、3ヶ月ぐらいになりますね。なんか3ヶ月っていう単語だけを聞いたら、そんなまだなんでしょう、3ヶ月かって感じだけど、でも1ヶ月30日って考えたら90個ぐらい動画出したんかって思ったら、おーってなります。皆さんいつもコメントとかいいねとか、あの保存とか、あれよ再投稿とか、リンクコピー80回とかありがとうございます。今後ともお願いしますで、圧を挟んでいく。ストックはまだある。ストックは1、2、3、4、4プラスそのアルバムのさ
お仕事の合間に撮った TikTok とかがあるんですよ、普通に。なんかそう、それを出せるようになったらもうちょっとストックあるって感じかな。新衣装でも撮影済み。そう、撮影済みです。そんな全身とかでは撮れてないけど、あ、でもそのジャケ写のオフショット、オフショット動画的な、そんな大したあれですけど、長い動画にはあれですけど、そういうのも出してみようかなと思っています。ストックないと不安になる。うん、あるに越したことはないっていう気持ちですかね。なんか割と仕事、メイクする系の仕事が続いてる日はそこまでストック取らんくても大丈夫かって思うんじゃけど、コンサートが近づいてくると、そのリハの日が3日とかあったら、その間はさ TikTok 取らんけさ、メイクしとらんけ、そう、そういう時は不安になりますね。そう、明日の瀬戸内ご飯楽しみ。そう、明日はナッツライブです。楽しみ、めっちゃ楽しみです。明日はわかめ親子丼を作ります。親子丼にわかめが入っとるっていう初めて食べる食べ物。あ、なんかすごい、私なんかのなんかのランキングで20位だゴールデンだるま女王。すごい。ね、これリコチがそうなめしてるやつですよね我らがリコチが、テロップしよう今更ながら。アルバムお話し会受付中です。皆さん待ってます。
そっか、明日の13時までじゃん。みんな来て、いっぱい来て、めっちゃ来て。絶対に来てくれよな。リアル申し込みました、ありがとうございます。そう、リアルお話し会はありがたいことに第2次で、大阪と幕張と極小の部も出てきておりますので、皆さん、あ、まだ申し込みしてなかったわみたいな人はお早めにお願いします。早めの完売を目指しておりますので、お願いします。久しぶりに広島行くよ。わーなんかアメリカンなリアクションになってしまった。嬉しい、 Thank you。It's so happy。 ほんまにアホがバレるけどさ、なんか文章的な英語は言わんようにしよう。単語だけで言おう。お話し会で幕張に5年ぶりに行けるから楽しみ。わあ、アメージングアメージングってどういう意味かちょっと覚えてないですけど、そう、あ、びっくりか、アメージング。海外行きたいね。行きたい行きたいです。アメージングがすごい。あ、なるほどね、みんな賢い。海外行きたいです、めっちゃ。韓国の時にね、パスポート取ったっけん。私何年のやつ取ったんだっけ、10年か5年、10年取った気がする、確か10年取ったわ。じゃけん10年間はね、もう安心して海外行けますので、そう、10年取ったわ。32歳まで。え、32歳まで同じパスポートなんか32歳の私はどんなでしょうね。なんかさあ、いざ32歳の時に海外行くってなったらさ、海外の人が私の22歳の時の写真を見ながら判断するわけでしょ。なんかめっちゃ変わってたら引き止められそうでももうそんな変わらんか。女の子はなんか中学から高校あたりが変わるイメージがあるんですけど、なんかメイク覚えたりして。22から32は
あんま変わらんか。でも14ぐらいから24の時は結構めっちゃ変わってると思う。でも30ぐらいで見返すと輪っかってなるよ。え、そうですよね。自分でも14歳の時とかなり変わったと思う。え、思います。思うよ。14の時は本当にメイクも自分ではしとるつもりだったけど、眉毛も描いとらんかったし、全然基礎がなってなかったので急成長しました。アイドルになってから出たそれより生誕祭あるのだろうか久々に生誕祭の話するね、私もね、てっきり4月か、まあ、5月までにはあるんじゃないかなと思いながらいたんですけど、なかなかね、まあ、ツアーがね、やりよるけんね。そう、ツアーが結構もう週末はあるしって感じで、ちょっとまだわかんないまだわかんないな。福ちゃんが今やってないメンバーは少なくともゴールデンウィーク明けって言ってた。そうだね、少なくても絶対そうだと思う。平日、平日ありえそうですよね。なんか本当にまだわかんないんですけど、うん、いつでしょう、うん、そうだよね、平日行けんって人多いよね。絶対土日がいい。うん、ツアーの支払い今日までなの忘れてて急いで払ってきた。セーフ忘れとったって人は、え、今日までってあともう6分やもうお近くのコンビニ、うん、お急ぎください。前回は確か年度末の平日でしたからね本当ひどい、ひどい皆さんに申し訳ない日にやってしまっていましたね。たくさんの人が頭を抱えたでしょうね、本当に。ここまで来たら舞台終わりでいいと思うここまで来たねかな
なり先ですね。それは舞台終わりってもう8月とか3ヶ月先ぐらい、4ヶ月先か。私はもうそこまで言ったら何を言ったらいいのかわからんくなりますね。22歳になりましたって言っても半年前ぐらいになったしなと思ったら、だいたいさ、生誕祭って21歳の時の振り返りをするじゃないですか、ね、私は22歳になってからのことを言いそうですね、そこまで言ったら。面白いけどね。ありがとうございます。じゃあそろそろお礼をします。20位カズキンさん、19位アルマサトリアさん、18位ジムジムさん、17位田中さん、16位フークロさん、15位リョーニャさん、14位シロケンさん、13位台湾のコウさん、12位ブルーさん、11位ツリケンさん、10位ミックさん、9位グリオティーヌさん、8位オッサンズサムさん、7位ケイセキさん、ラッキーサブン、6位岡山オレンジさん、5位ユリアピースさん、4位おっちゃんさん、3位東京のスワンさん、スリースリー、2位ヨンイチさん、ツツー、そしてそして第1位はプルーヒュン、コアラさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです、イエイ、ありがとう。クマタワーもありがとうございます。ゴールドクマタワー2日連続ですみません。なんで謝るんですか。ありがとうございます。めちゃくちゃありがとうございます。ありがとう。皆様来てくださってありがとうございました。ありがとう。明日はナッツライブがあるので、心斎橋パルコでね、一緒にご飯食べてくださる皆さんも、配信を見てくださる皆さんもよろしくお願いします。そして明日の13時までアルバムのお話し会受付中ですので、お願いします。リアルはね、ぜひお早めにゲットしてくださると嬉しいです。そして7周年ツアーも待ってます。 TikTok も見てね最近 TikTok のねストーリー載せるようにしてるので、そっちもいいねしてください。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。